おはようございます。6月7日水曜日の朝です。雨は止んだようです。ちょっとしっとりした朝です。今朝もゆっくりと動いていきましょう。では仰向けになってください。ゆったりと体を床に預けてください。体で今の空気を感じてみてください。肌が出ているところは、この空気の動きを感じるんでしょうか。呼吸に気持ちを向けてください。呼吸によって体はどう動いていますか。頭を左右に傾けてください。肩甲骨をもぞもぞと動かしてください。右の肩甲骨と左の肩甲骨、どちらが動かしやすいでしょうか。では左を下にして横になってください。両膝はお腹の方に曲げて重ねてください。では胸か首のあたりの前に置いて、指はご自分の方に向けてください。そして肘は立ててください。この体勢でご自分にとって楽な、指の方向とか肩の位置とか楽な位置に置いてください。ゆっくり優しく右の肘を頭の方に動かして戻ってください。ほんの小さな動きでいいです。昨日は前方に動かしましたけれども、頭の方向に動かしたり戻ったり、優しく優しく、この時に肩や首、背中にぐっと力が入った感じが生まれないように、そのくらいの動きでお願いします。優しく優しく、肘が少し頭の方向に動いたり戻ったり、優しくこの動きを繰り返していると、体の他の部分に気持ちを向けることができるでしょうか。肘が動くことによって肩は動きそうですね。肩が動くことによって脇の下やあばらには動きはありそうですか？床についている左側のあばらは床の上で何か動きがあるでしょうか？
今度は肘を足元の方に動かしてください。これも小さな動きでいいので方向だけ。で、戻るときは最初の位置まで戻ってください。そうすると戻るときに色々なところが動いていたのがわかるでしょうか。右のあばらと左のあばらの動き、頭は床の上で何か動きがありそうでしょうか。では行ったり来たりしてください。肘が頭上の方に向かったり、足元の方に向かったり、優しく優しく、頑張らず、力が入っている感じになったら一旦手を体の上に置いて休んでください。呼吸を2回くらいして、力が抜けたなと思ったらまた同じ体勢をとって、肘が行ったり来たり、肩に違和感や痛みがある人はもっと小さく動いてください。では動きをやめて仰向けになってください。右側と左側を比べてください。肩のつき方、肩甲骨のつき方、お尻、足、右側と左側を比べて床との接し方は何か違いがあるでしょうか。ハモニ体操ではさっきの肘を張って動かす動きがうまくできたかどうかということは問題ではなくて、こうやって動いた後にどういう変化が体に起きたか、そこに注目していただきたいと思います。では右を下にして横になってください。同じような体勢をとってください。そして左の肘が頭上に行ったり、足元の方向に動いたり、ゆっくり優しく優しく滑らかに動ける範囲ですね。あと呼吸が乱れない範囲で動いてください。正しく動こうとしないでください。楽に心地よく動ける範囲や動きを探してください。肘が動きにくいなと思ったら、体の他の部分が動くことによって肘が少しでも楽になるのであれば、
いろんなところをこの動きを助ける動きをやってみてください。楽に楽に。この床についている手のひらはびくとも動かさないわけではなくて、少し床の上を滑るようにして動かしてみるとどうでしょう。少し肩の動きが変わりますか？でも大きく動かそうと頑張らないでくださいね。楽に動かせる動きを探してください。頭は固めず、楽に床の上を動かしてくださいね。では動きをやめて、手を体の上に置いて仰向けになってください。床に体を預けてください。今日最初に仰向けになった時と体と床との接地面に何か変化はありましたか？頭を左右に傾けてください。頭の動きをやめて、肩甲骨もぞもぞ動かしてください。最初に比べて肩甲骨を動かすことによって体全体の動きができてきた感じがしますか？では動きをやめて起き上がってください。はい、今日も肩甲骨の動きやってみましたけれども、どうでしたか？肘を動かすことによって背中のあばらの上です。肩甲骨がちょっと動くと体が少し軽くなった気がしますが、皆さんはいかがでしょうか？では今日も軽やかにいきましょう。いってらっしゃい。